はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、唐辛子がなんで辛いか知っていますか？実は唐辛子の辛味成分は有害な微生物の働きを阻止するためにできているらしいです。そこでひらめきました。熟成肉って熟成しないで途中で腐っちゃわないか不安ですよね。唐辛子でお肉をコーティングしたら有害な菌の繁殖を防いで安全に熟成できるんじゃないでしょうか。それでは早速唐辛子熟成やっていきましょう。今回用意したのは牛の肩ロースです。まずは周りをコーティングする唐辛子を用意します。今回は中粗の唐辛子を用意しました。もし全く菌が繁殖しなかったらすごい保存方法の発見ですよね。肉をコーティングするために軽く水を入れて唐辛子を練ります。次にバットにクッキングシートを敷いて唐辛子で土台を作ってお肉を乗せます。お肉の周りを唐辛子でコーティングして準備は完了です。お肉が見えているところがないように注意しましょう。いい感じで唐辛子でお肉を包めました。あとは冷蔵庫で1ヶ月間熟成させれば完成です。どんな感じで出来上がるのか楽しみです。いやー、1ヶ月ってあっという間ですね。ここ最近時間が経つのが早いです。見た感じそこまで変化がないですね。もう少しひびが入ったり色が変わることを期待しましたが、ほとんど変化がないです。少し周りは硬くなっています。お肉の水分を吸ってなのか、中の方は初めより湿っている気がします。お肉を取り出してみましょう。色はかなり茶色です。以前やった味の素熟成に比べると同じ期間やったけど、こっちの方が水分が残ってる気がします。全体的にしっとりとしています。カットして中を見てみましょう。中は綺麗な色をしています。やっぱり中も水分が残っている感じがしますね。周りの色が変わっている部分はトリミングしていきます。前回このトリミングしたところは食べないのかと質問をたくさんいただいたので、今回は色が変わったところも食べ比べてみます。さらに味がどのように変化したか分かるように、今回は熟成していない肩ロースも新たに用意しました。2つを比べて検証してみます。塩コショウで味付けして焼いていきましょう。いただきます。今回は豪快な厚切り肉なので、さっぱりとハイネケンを合わせます。夏のバーベキューとかでごくごく飲みたいですね。緑色のボトルが特徴的で、海外のビールでは日本人に特に馴染みのあるビールじゃないでしょうか。ハイネケンはオランダのビールです。フィルスナーなのでさっぱりと飲みやすいのが特徴です。人によっては薄いとか感じるかもしれませんが、ごくごく飲みたくなる日本人には飲みやすいビールです。結構夏とかは軽めのビールが飲みたくなるので、自分はあえて日本の発泡酒を飲んだりします。時と場合で使い分けたいです。それでは焼いていきましょう。焼き台がいっぱいすぎるので少しずらしながら焼いていきます。まずは周りのトリミングした部分が焼き上がったので食べてみます。色が変わっているだけで唐辛子の効果で腐ったりはしていないと思います。これはちょっとダメですね。唐辛子の辛さもきついですが、これは食べちゃダメな匂いがします。これ以上外から食べるのはきついです。気を取り直して肉を焼いていきましょう。焼き上がったのでカットしてみます。これは熟成したお肉です。いい感じの焼き具合です。それでは食べてみましょう。画面左が新しいお肉で、右が熟成肉です。まずは新しいお肉から食べてみます。豪快に食べるなら肉肉しいこういった部位が最高ですね。美味しいです。次は唐辛子熟成のお肉を食べてみます。さっきの何もしていないお肉より旨味が凝縮しています。若干唐辛子のえぐみが肉に移っていますが、辛さはほとんど感じません。トリミングが少し甘かったので、しっかりと色の変わったところをカットすれば美味しいお肉だけが食べられそうです。今回粗唐辛子だけを使いましたが、ちょっと水分の抜けが甘かったです。粉唐辛子とかを使ったらより脱水効果もあって美味しく仕上がったかもしれません。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。唐辛子熟成いかがでしたか？こういった失敗から新しいことは生まれると思うので、またチャレンジしたいと思います。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。